合理的選択理論。合理的選択理論とは、行為者の合理性を大前提とする社会理論のことである。経済学を中心に発達したが、2006年現在で政治学でも一定の勢力を持っているし、社会学ではまだまだマイノリティであるが、一部に強力な支持者がいる。方法論的個人主義により、社会の中の様々な現象を捉えようとする。 考え方の一つである。また、方法論的個人主義と並んで個人の合理性が、合理的選択理論の前提的な過程だが、合理性とは、個人が、自己の公用を最大化するように行動することを指す、個人的合理性。近代経済学、特にその主流となる、新古典派経済学の古典的形態では、個人内資企業などの経済主体が、 自らの行為を合理的に選択すると考えて、全理論を構成していた。例えば、浦井健と吉松昭彦は、経済学は合理性による社会の把握であり、それが経済学の限界でありまた同時に意義であると述べている。より具体的には、消費者は予算制約のもとで、自らの行用を最大化し、企業は可能に生産可能な範囲で利潤を最大化すると、 ミクロ経済学は考える。その画期的かつ古典的、典型的な成果は、アローと W の競争均衡理論である。この意味で、新古典派の経済理論は、すべて合理的選択理論に基づいていると言ってよい。ただ、現実の市場においては、個人は完全に自由とは限らず、契約の不完全性や、情報の不完全性、将来の不確実性など、 様々な制約が存在する。これらの場合、不完美契約の理論や、情報の経済学などにより補正されるが、これらの行動を単純に合理的選択ということは、できない。また、複数の行為者同士の相互作用と、その結果が、当事者たちたちの選択する戦略に依存する場合、最大化という考え方では、良い戦略決定をすることができない。このような状況を、経済学は、 ゲームの理論で説明している。ゲームの理論では、回の多くで、プレイヤーの行動を合理的な選択の結果とみなすことができるが、囚人のジレンマが示すように、どう行動するのが合理的か判別しがたい場合がある。最近のゲームの理論では、プレイヤーの限定合理性を前提にするのが当然と、されている。プレイヤーの行動は、最適解が存在するときでも、そのように行動するとは、 必ずしも考えられていない。特に進化ゲームでは、プレイヤーの合理性は、ほとんどで例と、前提されている。合理的選択理論やゲーム理論は、最近、特に公共経済学や、公共選択、公共政策の分野で注目されているが、理論経済学の主流は、むしろ限定合理性を前提にした、行動理論に移行しつつある。公共経済学や、 公共選択では政府の行動とそれに対する人々の行動化問題になる。そこでは市場での自由競争では十分な供給と状態の維持が不可能な公共財について説明することが重視されている。社会秩序も公共財の一つであり、その意味で社会学における秩序問題と公共財の研究は同じである。この場合政府が考えなければならないのは 真の意味の合理的選択行動ではなく、相手に出し抜かれない程度の推察である。二者に卓ゲームのような単純かつ限定された設定において、合理的戦理論は一定の有効性を持つと考えられている。ケインズ経済学、オーストリア学派の経済学、さらには進化経済学や複雑系経済学も合理的選択理論とそのよって立つ。 方法論的個人主義を否定している。ケインズ経済学には、その内部に様々な傾向、流派を包含させており、その方法論は単一ではない。例えば、ニューケイン事案たちは、価格さえ早く調整されれば、経済は完全雇用均衡に到達すると考えている。その意味で彼らは、背後に合理的個人と合理的選択を仮定していると考えられる。それに対し、 ケインズ自身は美人投票の例えに代表されるように人間の経済行動を合理的な選択に基づくものとは考えていなかった。ケインズのフェロー論文は確率論と題されているがこれは未知の未来についてある確率分布を想定して行動等を最適化するというものではない。ケインズの言う確率はフランクナイトが危険と区別した意味での不確実性を意味していると 理解されている。ポストケインジアンとニューケインジアンの対立も究極的にはここにあると考えられる。オーストリア学派は19世紀末の限界革命と同時的に成立したが、マーシャル・やワルラスに代表される新古典派経済学とはかなり異なる経済思想を持ち、現在も新古典派経済学の主流に統合されているとは言えない。ミーゼスの ヒューマンアクションは彼独自の実践学プラキシーラジーに基づいて合理論的に組み立てられており人間は経済計算により目的に合わせて最善の選択をすると考えている。これに対しハイエクは同じ方法論的個人主義に立ちながらも人間の合理的計算能力の限界を強調した。進化経済学は19世紀末のソースティン・ベブレンにまで遡る。 進化経済学は、オーストリア学派の影響を強く受け、人間行為の結果ではあるが意図して設計したものではないものに注目している。人間行動、企業行動の理解においても、行動の進化を強調し、合理的選択理論を否定している。複雑系経済学は、合理的選択が不可能なことを出発点としており、習慣やルーティンなど、様々な定型行動がいかに生まれ、 なぜそのような行動が一定の有効性を維持できるかが考察されている。合理的選択理論は経済学を起源とするものだが、古典的な形態では標準とされているが、経済学での理論研究の体制は、その有効性を疑うものとなりつつある。政治検証を自己の利益、公用を最大化しようと行動するアクターの相互作用の相対として捉えるのが、 政治学における合理的選択論である。1950年代より経済学的アプローチを政治現象の分析に取り入れる形でスタートした。政治学における合理的選択理論とは統一された、一つの理論を指すわけではなく、方法論的個人主義と個人の合理性を仮定する、かなり幅広いアプローチを総称した用語である。したがっていくつかの分野が、 合理的選択理論に分類される。その代表的なものは公共選択論と実証政治理論である。にもかかわらず、しばしば合理的選択理論と公共選択論は同じものとして扱われることがある。また経済学的方法論を応用することから政治経済学として扱われる場合がある。政治学において合理的選択理論が移入される以前から経済学者、 ケネスアローは集合的意思決定に関する先駆的研究を行っている。その知見は一般可能性定理、不可能性定理として知られており、合理的選択理論のうち特に社会的選択理論、集合的選択理論と呼ばれる分野を確立した。政治学における合理的選択理論の確立に大きな役割を果たしたのがアンソニー・ダウンズと彼の著書。 民主主義の経済理論1957である。さらにダウンズの示したモデルに多大な影響を与える先駆的業績を残したダンカンブラックの名も挙げることができる。これらの業績により合理的選択理論は集合的決定のみならず政党や政治家、官僚、有権者といった多様な政治的アクターの行動と その相互作用を射程に収めることが可能となった。すなわち、マクロの政治現象や政治過程をミクロの視点から分析しミクロな基礎づけを行う理論として合理的選択理論が確立されたわけである。合理的選択理論の最も代表的なアプローチは公共選択論と実証政治理論であり、この二つは厳密には区別されなければならない。 最も近年ではこの二つの理論の間の接近が図られており、区別がつかないほどになっている。例えば公共選択論の最も包括的なテキストであるパブリックチョイスイ e デニス・ミューラー著2003年ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレスにおいては、本来実証政治理論で発達した投票ルールや意思決定の理論を扱っている。その意味では、 合理的選択理論は統合された一つのアプローチという方向へ向かっているとも言える。ここでこの二つのアプローチを解説しておくことにする。公共選択論は経済学者でもあるジェームズ・ブキャナンに率いられた経済学者あるいは政治学者たちにより発展を遂げた。公共選択論は政治を交換のシステムとみなす。すなわち彼らによると、 政治家庭は合意の上で様々なサービスとコストの負担等を交換するプロセスである。その上で公共選択論は交換のシステムとしての政治を市場における部分均衡分析と同様の手法で分析する。一方の実証政治理論はウィリアム・ライカーを中心とした政治学者のグループにより開拓され発達した。実証政治理論の研究者たちは 公共選択論者とは異なり個人の選考から集団的な決定を導くプロセスとして政治を捉えた。彼らは主に社会的選択理論とゲーム理論と基礎に政治を分析する。政治学の分析における制度的文脈の軽視が批判されるようになると合理的選択理論も次第に制度の分析に取り組み始める。こうして、 合理的選択申請ドロンが確立されることとなる。アクターとその行動を意味付け媒介し拘束する制度の相互作用に着目する理論である。同時に合理的選択申請ドロンは制度がアクターの合理的戦略的行動の帰結として生成することを強調する場を取る。個人は公用最大化を行動原理とするという個人の合理性は強すぎる過程であり、 現実にはそぐわないとの批判を受けて、近年一部の研究者は、合理性に変えて、限定合理性の概念を導入しようと図ってい。限定合理性においては、個人は効用を最大化しようと行動するのではなく、満足化を図ると仮定する。すなわちこれは次のようなことを意味する。合理性という概念では、個人は可能な限りのすべての選択肢を吟味し、それを、 公用という観点から順序づけることが求められる。そのようにして初めて人は自らの公用を最も大きくできるからだ。しかし、限定合理性を主張する論者たちは二つの観点から合理性の概念を批判する。一つは、環境的な制約という観点である。彼らはこの観点から人間の選択肢うる選択肢が非常に多く、選択に関わる。 情報量が膨大であるために最大化行動を取れないと考える。もう一つは人間の認識の限界という観点である。つまり人間は数多い選択肢を全て把握できない、すなわち選択に関わる膨大な情報を処理できないというわけだ。このことから限定合理性を主張する論者たちは、個人は、 合理的であろうと思考用を最大化しようと目指すが、認識の限界から最大化することはできず選択肢の一部を比較して、公用の観点から比較的満足できるものを選択するという満足化しかなしえないと論ずる。合理的選択理論は政治学の様々な分野に影響を及ぼし、極めて重要な方法論となっている。その影響力は従来の公共選択論や、 実証政治理論の範囲にとどまらない。例えば政治哲学においても、ジョン・ロールズやロバート・ノージック以降、合理的選択理論の前提となるアクターの合理性に立脚した理論が多く見られる。国際関係論にあっては、リアリズム、ネオリアリズムとネオリベラル制度主義という二つの重要なアプローチが合理的選択理論の方法論を受け入れている。 行為がしばしば合理的に選択される、少なくとも合理的であるかのように見えることは社会学の成立した頃からよく知られていた。ビルフレード・パレートは論理的行為と非論理的行為に行為一般を分類したし、マックス・ベーバーは目的合理的行為、価値合理的行為、伝統的行為、感情的行為の四類型を考案した。また、1960年代、 GC ーマンズが交換という概念を経済的交換から社会的交換へと拡張する理論を作り出した。GC ーマンズによれば、相互行為とは互いに相手が欲しいと思っているものを与え合う行為として見ることができる。社会的交換に対して剥奪法は命題及び合理的命題を立て、経済的交換における類似の命題体系が 社会的交換においても定型化できるとした。さらに、ジェームズ・コールマンは、ミクロ経済学が、経済的交換の分析から、一般均衡理論を作ったように、社会的交換の分析から、社会システムの理論を作ることを試みた。ジェームズ・コールマンは、ゴブ・ダグラス型の公用関数や、エッジワース型のボックスダイアグラムを適用することによって、示そうとしたのは、 二人の行為者の間の相互行為としての交換というミロの事象を g c フォーマンズのようにミクロの事象としてのレベルだけに留めないで多数のそのような交換の相互依存からなるシステム全体の中に位置づけるというマクロ視点を取ることのありさを示すことを目的としていた。しかし社会学の力点は一見合理的に見える行為の非合理的な側面に置かれることが多い。 例えば、個人の予言が集積すると実現してしまうことがある。予言の自己成就。例えば、仮に冗談である銀行が潰れるらしいと言い、その情報を多くが信じて一斉に預金を引き落とすと取り付け騒ぎとなり銀行が倒産することがある。また、個人の合理的な判断が集積した結果として、社会的に良くない結果が起こることを社会的ジレンマ現象という。 例えば、多くの個人が便利さを追求して自家用車を使えば、大気汚染や渋滞が起き公共交通システムは衰退する。現実に、このような社会現象はよく起きている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。